タイヤパンク応急修理キットでの対応はあくまでも応急処置です。ご使用後はタイヤ交換などの適切な修理が必要ですので、お近くのホンダカーズへご来店ください。また修理を依頼する際にはタイヤパンク応急修理剤を使用したことをスタッフへお知らせください。タイヤパンク応急修理キットをご使用になる前にご確認ください。まず、車は安全な場所に停車していますか？高速道路でのパンクなどの場合は修理キットを使用せず、速やかにホンダトータルケアもしくはロードサービスへご連絡ください。タイヤの損傷が激しい場合は牽引する必要がありますので、速やかにホンダトータルケアもしくはロードサービスへご連絡ください。タイヤに刺さった釘などは抜かないでください。抜いてしまうと修理できない場合があります。これら3つをご確認いただいた上で修理キットを使用してください。修理キットの収納場所は車種によって異なりますので、取扱説明書をご覧ください。それではこの修理剤自動注入タイプタイヤパンク応急修理キットの取扱説明をフィットを例にご紹介します。車を安全な場所に止め、修理キットを取り出したら、まず応急修理剤の有効期限をご確認ください。有効期限が切れている場合は修理キットは使用できませんのでご注意ください。エアコンプレッサーからエアコンプレッサーホースと電源コードを取り出し、エアコンプレッサーのキャップを外します。応急修理剤のボトルをよく振ってから応急修理剤のキャップを外します。応急修理剤の内蓋をつけたままの状態でボトルをエアコンプレッサーにしっかりと取り付けます。バルブからバルブキャップを左に回しながら取り外します。エアコンプレッサーのホースをバルブにしっかりと取り付けます。ここでは排気バルブが閉まっていること、エアコンプレッサーのスイッチがオフであることをご確認ください。エアコンプレッサーの電源コードのプラグをアクセサリーソケットに差し込みます。ブレーキを踏みエンジンを始動します。エアコンプレッサーのスイッチをオンにして、空気圧を運転席横の車体に貼ってあるラベルに記載されている空気圧まで高めます。指定の空気圧になったらエアコンプレッサーのスイッチをオフにし、エアコンプレッサーの空気圧計で空気圧を確認します。エンジンを停止し、エアコンプレッサーの電源コードのプラグをアクセサリーソケットから外します。エアコンプレッサーホースを取り外し、バルブキャップを右回しで取り付けます。修理キットを車に乗せたら点検走行へ進みます。点検走行を行う前に速度制限シールをドライバーからよく見える位置に貼ります。法定速度を守っておよそ10分または5キロほど走行したら安全な場所に停車してください。空気圧を点検するために修理キットを取り出し、タイヤのバルブにエアコンプレッサーホースをしっかりと取り付け、
エアコンプレッサーに付属の空気圧計で再度空気圧を確認します。空気圧が運転席横の車体に貼ってあるラベルに記載されている空気圧に保たれていたら、応急修理は完了です。タイヤパンク応急修理キットでの対応はあくまでも応急処置です。時速80キロ以下を厳守してホンダカーズへご来店いただき、適切な修理を受けてください。